インドヨーロッパ語族、インドヨーロッパ語族、インドヨーロッパ語族は、ヨーロッパから、南アジア、北、アジア、アフリカ、南アメリカ、北、アメリカ、オセアニアにかけて、和者地域が広がる、語族である。陰欧語族、陰欧語族、陰の語族と略称される。この語族に属する言語を公用語としている国は100を超える。ドイツ語圏では、インドゲルマンシ語、と呼ばれるが、 これは移民、植民を除く、同語族の土着の公用地が、インド語派遣から、ゲルマン語派遣まで広がっていたと考えられていたためで、ある。大航海時代以降、特に近代以後には、南北アメリカ大陸やアフリカ、オセアニアにも和者が移住、使用地域を大きく広げた。この語族に属する主要な言語には、英語、母語和者数、約5億万人、ヒンディー語、 約5億人、スペイン語、約4億2000万人、ポルトガル語、約2億1500万人、ロシア語、約1億8000万人、ドイツ語、約1億3000万人、フランス語、約1億3000万人、イタリア語、約6100万人、ウルドゥ語、約6100万人、ペルシア語、約4600万人、ウクライナ語、約4500万人などがある。 これら主要な言語の中には、国際語の意し専門語として使用されている例がある。英語は、国際語、フランス語は、外交用語、ドイツ語は、医学用語、イタリア語は、音楽用語といった具合である。国際連合の6つの公用語のうち、英語、フランス語、スペイン語、ロシア語の4言語がこの語族に属する言語である。残りの公用語は、非英語の中国語とアラビア語。 世界の主要な宗教においても、キリスト教、仏教、ヒンドゥー教はこの語族に属する言語を使用している。インドヨーロッパ語族に属する言語は以下の語派に分けられる。この項では、現在死語となった言語も別に平記する。なお、以下では死語を、記語で示す。アナトリア語派及び、トカラ語派の二語群はすべて死語だが、十九世紀末までに、 イン謀語族の比較言語学研究が完結しかけた後、20世紀初頭になって新たに発見され、その研究に新たな発見や疑問が追加された。例えば両語群は、ケントゥム語群でありながら、東側に位置するという特徴を有している。筆体と語派とも呼ばれる。古代西アジアで話されていた。インドヨーロッパ語族とは別の語族とした上で、 相互に関係があるとする説もある。発音や文字などにおいて、陰謀語族に新たな発見を多数もたらした。トカゴ、トハラゴとも呼ばれる。中央アジアのタリム盆地北縁地域で発生域まで離された。ヘレンゴ派とも呼ばれる。単独でイチゴ派として扱われる。ケントム語群。イリュリア語派とも呼ばれる。単独でイチゴ派として扱われる。ケントム語群。 イタリック語派と類似点が多い。前000年代には中部ヨーロッパに広く分布していたが、現在はブリターニュ地方、アイルランド島やブリテン島ウェールズ地方、スコットランド地方などのみである。近年、マンシマ語、コーンウォール語が復活しているほか、スコットランドゲール語もスコットランドの公文書で使用されるようになっている。ケントム語群。現住地は、 イタリア半島中北部であったが、ローマ帝国の拡大とともにその公用語として勢力を拡大した。そこで特にラテン語から生じた原用言語群をロマンス諸語とい。ケントム語群。ヨーロッパ中北部が元凶。ゲルマン民族の大移動を経て、ロマンス諸語にも大きな影響を与えた。さて、ム語群。東ヨーロッパに分布する。バルト語派は、 全体的に保守的で古い構造が残っている。さて、無語群。西アジア南アジアにかけて分布。インド語派とイラン語派は発見されている。最も古い言語同士で、意思疎通が可能なほどに通っており、まとめて扱われる。陰語語語族の分類は一般に12語派程度で表現されるが、その場合ダルド語派とカーフィル語派を数えていない。さて、無語群。 単独で一語派として扱われる。インオウ語族は、ケントゥム語とさて、ム語に対別されてきた。しかし現在では、この区分は系統を反映しているか疑問視されている。ケントゥム語には、アナトリア語派、トカラ語派、ヘレニック語派、ゲルマン語派、ケルト語派、イタリック語派が属し、さて、ム語には、インドイラン語派、バルトスラブ語派、アルメニア語派、アルバニア語派が属す。 文化が始まった時点でのインドヨーロッパ祖語、インオー祖語は多様な語形変化を持つ言語だったと想定されている。しかし時代が下り、言語の文化が大きくなると、各言語は概して複雑な語形変化を単純化させていった。インオー祖語は、主語、目的語、動詞の語順が優勢な祖父型言語だったと考えられており、古い時代のインドヨーロッパ祖語、例えば、ヒッタイト語、 インドイラン語派の古典諸言語、ラテン語ではその特徴が見られる。ただし、後にソブ型以外の語順の言語も現れ、ソブ型は、陰謀語に、典型的な語順とまでは言えなくなっている。現代では言語により語順は様々だが、ヨーロッパでは、主語、動詞、目的語の語順が優勢なスボ型言語が、比較的、多く、ドイツ語のように本質的にはソブ型でも、一見、 祖母型のように見えるソブ V に語順言語もある。一方、中東やインドでは現在でもソブ型言語が多い。所属は遺伝的関係によって決定され、すべてのメンバーがインオー祖語を共通の祖先に持つと推定される。インドヨーロッパ語族の下の個群、語派、分子への所属を考えるときも遺伝は基準となるが、この場合にはインドヨーロッパ語族の他の個群から分化し、 共通の祖先を持つと考えられる、言語内での共用イノベーションが定義の要素となる。例えば、ゲルマン語派がインドヨーロッパ語族の分子と言えるのは、その構造と音韻論が語派全体に適用できるルールの下で記述し得るためである。インドヨーロッパ語族に属する諸言語の起源は、インオーソ語であると考えられている。 イ陰謀ソ母の文化と使用地域の拡散が始まったのは6000年前とも8000年前とも言われている。その措置は5000、6000年前の国会、カスピ海北方、現在のウクライナとするクルガン仮説と8000、9500年前のアナトリア、現在のトルコとするアナトリア狩りがあるが、言語的資料が増えた。紀元前後の時代には、すでにヨーロッパからアジアまで広く分布していた。 この広大な分布に加えてその歴史を見ると、全18世紀頃から交流した小アジアのヒッタイト帝国の残したヒッタイト語設計文字、設計文字の一種で書かれたヒッタイト語、アナトリア語派年度版文書、驚くほど正確な伝承を誇る、ベーダ語、インド語派による、リグベーダ、そして戦後解読された、紀元前1400年、紀元前1200年頃のものと推定される、 千文字 B で綴られた、ミーネギリシャ語、ギリシア語派の見受けない文書など、紀元前千年を遥かに遡る資料から始まって、現在の英読仏ロゴなどの、およそ3,500年ほどの長い伝統を有する。これほど、地理的、歴史的に豊かな、しかも変化に富む資料を持つ、語族はない。この恵まれた条件のもとに初めて19世紀に、言語の系統を決める。 方法論が確立され、語族という概念が成立した。インドヨーロッパ諸語は、理論的に再建することのできる、一つのインドヨーロッパ共通記語もしくは、インオウソ語と呼ばれる、共通の祖先から分化したと考えられている。現在では互いに、別個の言語であるが、歴史的に見れば、互いに、親族の関係にあり、それらは一族を成すと考えることができる。これは、 言語学的な過程である。一つの言語が戦士時代にいくつもの語派に分化していったのか、その実際の過程を文献的に実証することはできない。資料的に見る限り、インドヨーロッパ語の覚悟派は歴史の始まりからすでに歴史上に見られる位置にあって、それ以前の歴史への記憶はほとんど失われている。従って共通記号から歴史の始まりに至る過程は、 言語史的に推定するしか方法はない。また、ギリシア北部からブルガリアに属する古代のトラキアにも若干の資料があるが、固有名詞以外にはその言語の内容は明らかでない。また、イタリア半島にも、かつてはラテン語に代表されるイタリック語派の言語以外に、アドリア海沿いで別の言語が話されていた。中でも南部のメッシャピア語碑文は、地名などの固有名詞とともに、 イタリック語派とは認められず、かつてはここに、イリュリア語派の名で呼ばれる一語派が想定されていた。しかし現在ではこの語派の独立性は、積極的には認められない。ニュージーランドオークランド大学のラッセル・グレイと、クエンティン・アトキンスンの言語年大学的研究によれば、インドヨーロッパ祖語は、約8700年前にヒッタイト語につながる言語と、 その他の諸語派につながる言語に分かれたという結果が出て、アナトリア仮説が指示された。グレート・アトキンスンは、この語族の八十七言語の基本単語二千四百四十九語について、相互間に共通語源を持つものがどれほどあるかを調べ、言語間の禁煙関係を数値化し、言語の系統樹を作成した。この系統樹によれば、まずヒッタイとの言語が登場、その後、 7000年前までにニリシャ語を含むグループ、アルメニア語を含むグループが分かれ、5000年前までに英語、ドイツ語、フランス語などにつながるグループができたという。グレーアットキンソン2003による系統樹と祖語の年代を以下に示す。年代の単位は BP 年前。うちはブートストラップ値、グループの確実さで不確実な分岐も図示されていることに注意。 特にいくつかのブートストラップ値は50未満という低い数字となっており、系統分岐の仕方そのものが正しくない可能性を示している。また、死後のほとんど、トカラ語派と、ヒッタイト語以外と一部の現存言語、グループ、ダルド語派、カーフィル語派が解析対象となっていない。また、この方法では2つ以上の言語の融合、例、プロと、 スラブ語内しプロトバルトスラブ語のインドイラン語派の諸言語の影響によるサテム語化は正しく解析されない。そのため、ブートストラップ値次第では、語派の祖語の年代は、図の年代よりさらに古くも新しくもなりうる。ヒッタイト語、おそらくはそれを含むアナトリア語派が最初に分岐したことがわかる。また、さて、無所語、バルトスラブ語派、インドイラン語派、アルバニア語、アルメニア語は、 ひとまとまりの言語系統ではない。インドヨーロッパ語族に属する諸言語和者の拡散は、Y 染色体、ハプログループ R1 ビット及びハプログループ R1、R に対応する。R1 ビットはヨーロッパ西部に高頻度であり、R1R 系統はインド北部から中央、アジアや東ヨーロッパに高頻度に分布している。R1 ビットは、ケントム語、R1A はさて、 無頃のない手である。陰王祖語が話されたヤムナ文化の人骨からは、ハプログループ R1 ビットが91.5%の高頻度で検出されているが、R1A は検出されていない。そのため、元来の陰王語族シ者は R1 ビットであり、ある時点で R1R R 集団が陰王語に言語交代を起こしたものと考えられ、その際に、 R1R 集団の基礎言語の特徴がさて、無語の特徴として受け継がれたものと思えれる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。